ここの後ろの背景を変えます。3月になったので、そう、月々で変えていこうと思ってます。3月初めてのおうち配信なのでね。あ、違う、カオスカオスカオス言うな。うーん、リオルドさん桜正解。そうなんですよ。あちさん、女子だけどひなちゃんのこと好きだそう。ひなも好きだそう。嬉しい。女の子に好かれるのはすごく嬉しい。じゃあ、きやさん、かわいいんご、かわいいんご。てるてる坊主さん、見た目は子供、頭脳は大人って言うと思ったら子供だと。そう、頭脳も子供なんです。うん。そう、桜、3月は桜にしました。じゃーん。まあ、桜、これをね、いい感じにやっていきたいと思います。頑張るよ、頑張る、頑張るよ。ヒデさん、かわいいや、かわいいやろ。あら、お花、お花、桜。ユミリンが LINE してきた。ヘリーさん、かわいい、嬉しい。かりさん、3月12日の公演だったから行くね。今ひなちゃんの家を作ってるよ。わあ、ありがとう。陸上公演もね、応募抽選やってるので、ぜひぜひ気になる方は。すずねさん、初めて来ました。ありがとうございます。初めまして。どんとまさん、初見です。初めまして、嬉しい。そっからですね。うん。はい、ひろのりさん、ひなちゃん、ひなちゃんです。そう、あ、パワーが来てる。あ、花火さんだ。花火さん、パワーありがとうございます。気づくの遅れた。ひなタワーが立ったわ。パワーありがとうございます。はい、レピー、他も行ってきますか。ちょっと MFSY さん、だるまありがとうございます。大阪のけんちゃん、バラのハートもありがとうございます。ハリーポッターさん、だるまありがとうございます。あきさん、いいね、ありがとうございます。餃子のポジさん、豚餅ありがとうございます。マーラさん、かまちゃん、くまちゃん、マーラさん、2つマーラさん、くまちゃん、ありがとうございます。つーくま、もくん、ハルト、ありがとうございます。はい、姉さん、タワーがいつもにかあったわ。ダジャレができた。ダジャレ、ダジャレ。ん、ひでくん、ひなたそ、ひなたそ。チャッピーさん、名前読んで、チャッピーさん。クモンさん、初見ですって。嘘やろ、逮捕。見たことあります。うーん、アラケンさん、明日誕生日で、お、ハッピーバースデーですね。うーん、さあちゃん、星いっぱい投げるね。お、お星様もね、ぜひ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 よろしくお願いします。レイさん、恥ずかしいダジャレ言われてすっきめしてます。ありがとうございます。ありがとう。コメントどんどん待ってますよ。琴乃さん、明日からテストがある。お、頑張ってください。ひなもね、テストがね、あります。目がくるぐるさ、それで握手会やってるの。やってないです。これで握手会まだやってないですね。ちょっとみんなに惹かれちゃうかなと思って、自中してます。モモチーさん、誕生日配信の投票の、そうです、投票で1位だった幼稚園児だよ。カムラさん、自主規制、あ、自主規制か。そう、自主規制してます。次長だった。ラリゴリさん、次長、安吉さん、次長って、おお、危ない。そう、次長だったっぽい。次長します。まさくん、カープボーイさん、初見です。あら、はじめまして。さあ、桜のお花ハリハリタイムを始めます。ちょっとね、これせっかくあいみんと一緒に貼ったんですよね。ですんよね。そう、せっかくあいみんと貼ったんですよね。だから残しておきたいなと思って、残しつつ桜貼るよ。
いや難しいねこれ貼るの。あちょっとちっちゃくない、これ思ってた以上にちっちゃいよ。カマビーな貼っていくよ。ねる姫さ桜、そう桜です。スカイプくんひなぴよだよ。ゆうすけさんリアルヨーヨーチェンジですかね。さすが5歳児、そう5歳児なんでね。ちょっとこれ剥がれん、詰めない爪あるけど、あれどうしたらいいんだ。あ持ってたのと違う。まあいいや、適当に貼っていくよ。最初は考えずにね、どんどんね、なんかピンクのなんかあるみたいな感じじゃない。なんかピンクのなんかあるな。お、これ何これ、ちょっと思ってたのと違くてさ、あ、こっちか、こっちだった桜ホップに貼る。嘘、これな、適当に貼っていきます。適当にね。映ってる？あ、映ってた。桜、お、これすごい大きい、大きめ。酒井さんしっかりしたごちゃい、そうちょっと3月なんだよね、衣替えの季節ですね。どうしよう、映んなかった。なんかハートもってあれやあるままだった。あ、取れん、押しピン取れん、痛い押しピン貼ってある。あ、取れた。成田さんお花見だ、お花見。ハム太郎さんもう春かね、もう春。いくささんセンス悪い。ちょっと今適当にやってるからね、本当にとりあえず適当に貼るよ。この辺もうちょっと下か、この辺かな。美しいよねこういうの、見えるかもしれんちょっと見えなさそう。シュリさん後ろ姿完全に幼稚そんなこと言うな。そう FZT750R さん、ひなぴょんさんのひなちゃんは、ひよこちゃんはねいるよ。はひよこちゃんはいるよ。もう一個ね、りんりんもいるよ。よ、適当。ちょっと微妙、もうちょっと話して。ここだな、よいしょ。小太郎さんも、いや、押しピンって山口ペンよねって。嘘や、押しピンって言わんのみんな、なんて言うこいつ。あの押しピンって言うよね。カノノさん、4月シャメ会行くねって、あら待ってるよ。マヤンさん、イナちゃん買う幼稚園の服だよね。そう押しピンって言うよね。 TM さん言うよ。あ、よかったよかった、みんな。リカさん、押しピンかっこ神戸。うん、押しピンって言うよね。アキさん、画鋲。いや、押しピンって言うよ押しピンって言う、画鋲って言わんよ。ゆうすけさん、言わんよね、画鋲って言わんよ。ん、押しピンがどっちが普通、わからん
カリス画鋲じゃない、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 どっち。タルさんこんばんは、よ演じ配信キャワワありがとう。さくらさん画鋲っていう人もいるんだね、結構いっぱい。どうしよう、戦争が起きる。画鋲対おしぴん、なるほど、適当に貼ってるな。よいしょ、いや、ハワワンってなってる。お花畑って感じになるかもしれん。花火さん周りに綺麗に貼りましょう。そう、周りに綺麗に貼ってます。ハニマルさんこんばんは。あら、可愛い子がおる。エンジだよ。こんばんは。ジェンジさんこんばんは。ひなちゃん、あら、キャワワ。こんばんは。ななこさん初見です。あら、初めましてですね。あら、タワー。あら、タワー。スネさん、スネさんタワー、ありがとうございます。ひなタワーが立ったわ。ありがとう、スネさん。タワーもありがタワーです。嬉しいですね、タワーが2つも。大きさタワーが2本になってるね。タワーが2本になってた。つねさん。エイティさん、実は幼稚園児だったのか。そう、実は幼稚園児だった。びっくりしたでしょ。今は部屋の張り替え、模様替えしてます。どうしようかな。もうちょっとこの上の辺がね、上の辺はでもフォローとかこういう文字が入るからあんまりやりたくない。いやいや違う、なんか違う、なんか違う、なんか違う、よいしょ、難しい、この辺、あ、で真ん中にもう一個いるな。あ、いい感じ、いい感じ。けいちゃん、いいね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 。下校さん、見えない、見えない。そう、ちょっとね、桜ちっちゃいの。そう、でもこうやって見たら、こんな感じの桜です。けどこさん、似合ってるね、似合ってるって言って、ほんと褒められてるのか、どっちなんだろう。まさきさん、おしゃれ。そう、おしゃれなんですよ。ん、画質が悪いの。やん、倍半切ろうかな、じゃあ。待ってね。ルルルルルル。桜。ゆひめさん、もさもさしなくなった。よかった。直した。難しいね。この間にいる。なんちゃんの配信は桜が散ってるかなって思ってくれたら嬉しいよ。もう一個ここかな。こんな感じ。いや、下すぎた。緑。なんか緑違和感あるな。なんか緑違うな。葉っぱいらんな、これは。葉っぱいらん。どれだ。これか。
感じいい感じ。あきさん虫みたいね、虫みたいだった、ちょっと芋虫みたいだったね。うん、どこだろう、ここか。いや違う、ここもうちょっとでね、できる。口はもうちょっと見えないか、見えないかな、こちらちらギリギリ見えた。せっかくなんでいっぱい使いますよ。どどん、あ、近い近い近い、よいしょ。うーん、じゅんいちさんこんばんは、こんばんは。ん、プライティバスさん、チューリップ組ですか、いや、ひよこ組です。ケッタさんはいっぱいだね、そう、いっぱいでしょ、いっぱいなの。うーん、左少ない、こっち少ないの、やろう。ペッタペッタ、はい、うーん、ペペペペ、ちょっと違う、ちょっと違う、ちょっとここ、いや、うん、こんな感じ。クリスさん、ひなちゃんいい感じだよ、あ、嬉しい、頑張るよ、まだまだ。ひなりさん、良い良い良い、嬉しいよ。あとはここ、よっ、ここにもう一個、なんか金のそこらにしよう、ドン、いや、なんか違う、ここは逆に大きい方がいいのかな。あ、こっちっぽい、うん、ぽい。だってさ、部屋がどんどんおしゃれになってく、そう、お花畑、お花畑、こっちもいっぱい貼った、こっちも一個ここに貼りたい。よし、できた、できました、完成です、じゃん。いや、やっぱもうちょっと端っこに貼りたい、こんな感じ、はい、オッケー、はい、できた、余った特に緑は、余った、うん、じゃん、お花見できましたね、やっとできた。藤原さん、サンキュー、いくちゃん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 皆さん、ひなちゃん、ひなちゃんです、そう、できました。ケイさん、テスト勉強やりきれないです、頑張って、ファイティーン。マイス、お花見気分、そう、お花見気分でね、ひなの配信見ていただけたら嬉しいです。おきさん、花の下に葉っぱつけてみては、試してみよう、この芋虫は可愛くなることができるのか。いや、なんか芋虫だわ
なんか違うんだよな。そう、なんか違うの。なんか違う。なんか芋虫なんだよな。遠くから見てるか。あれか。よいしょ。なんか芋虫。かのさん、初めて来ました。初めまして。こうきさん、定時。お、嬉しい。まゆさん、お花見気分だからおにぎり握ってくるかな。あ、おにぎりじゃいいですね。すみません、芋虫感が強い。そう、芋虫感がね、ちょっとこの葉っぱ強いですね。真夏さん、はじめまして。あら、はじめまして。来てくれてありがとうございます。K さん、学校辞めたいよって、頑張ってください。もうひなも辞めたい時もあったけど、頑張ってね、来たんで頑張ってください。楽しいことをぜひ見つけて。はい、ミリアさん、壁が春っぽくなってる。そう、今買いました。完成。お花畑。森海さん、お疲れ様って、ありがとう。マンタさん、今日オールしてた。大変じゃないですか。お疲れ様ですね。なのにひなのとこに来てくれて嬉しい。あ、アドマキさん、稲ちゃん、しきしき幼稚園。幼稚園、そう、幼稚園、幼稚園。幼稚園卒業みたいな感じじゃない。園児卒業みたいな。あかりさん、ペダルと社員と来た道とめっちゃ好き。お、嬉しいです。見てくれたんですね、ありがとうございます。そうなんですよ、ジャーバージャーのカップリング曲の ST48 だけどね、カップリング曲のペダルと車輪と来た道とはタイプ ABC 劇場版に収録されてるので、ぜひぜひ皆さん YouTube ではね、今はショートサイズが公開されてるので見てみてください。そう、今回も私は前の方で歌わせていただいております。感謝、ありがたい。ひやのりさん、衣装が可愛いよね。そう、衣装がね、すごい大きいリボンと、なんか真っ白な雪んこちゃんみたいな、そう、ワンピースです。ゆうすけさん、10回ぐらい聞いた。さすが。そう、ひなもね、もういっぱい見た。いっぱい見て、いっぱい自分がどこにいるのかいっぱい見た。ハッピーさん、明日の瀬戸ビンゴは出てますか。明日は何なんだろう。地域によってね、違うからね。みゆさん、衣装激カワだったって。そう、衣装激カワなんですよね、すごい。 STU っぽくね、白と青ですし、可愛いんですよ。ザキさん、略が自転車って聞いたよ。そう、略がね、メンバーの中でね、ペダルと車輪と来た道とって意外と長いじゃないですか、題名が。だからみんな自転車の曲さーって言ってる。そう、自転車なんですよ。もうペダルと車輪と来た道との中に自転車っていう文字は全然ないんですけど、自転車なんですね、略は。おばちゃん、幼稚園児かって。そう、幼稚園児です。はい。森森さん、そうなの。そう、そうな、そう。リアルセンブルさ、ペダルじゃないの。そう、ペダルじゃない、自転車なんです。だって伊島さん、かわいいね、ありがとうございます。レレレさん、コスプレ。そう、コスプレです。1万人フォロワー突破、記念配信なんで。はい、あ、5000人突破したので髪型を変える。そう、
僕が髪型すぐ変えるから今日はツインテールにしよう。このままこのままちょうど縛ったツインテールになるんじゃない？よいしょ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 ツインテールよよもう一個これか。よいしょ。1万人ねフォロワーを突破したんですけど、まだまだフォローしてない方はフォローよろしくお願いします。待ってます。よいよい。はい、ついてる。幼稚園時間ました？どうですか？ツインテール。きなりさん、かわいい、本当にかわいい。あ、嬉しい。やった。花火さん、後ろ向いたら本物にしか、後ろ向いた。エンジ。まさ、やっぱりひなちゃん、ツインテールに、本当に？嬉しいな。ツインテールだよ。リサ可愛すぎる。お、嬉しい。そんなこと言っていただけるなんて。たきらさん、マジの演じや。よっちゃんじです。わぁわぁ。ケンタさん、まさかの年齢詐欺してない？してないです。ごちゃいです。トモさん、次の握手会それでお願いします。絶対やだ、握手会は絶対しない。もう絶対絶対やんない。チャピーさん何歳？ごちゃい。ツインテール。まさきさん、ツイン最高。お、嬉しい。ツインテール。一条寺ひかるさん、本物のエンジンに戻ってもわからないわら。いや、せい、さすがにせいでバレるわ。バレるわ、バレるわ。黒船さん、担任の先生にしてください。先生。赤田さん、10歳サバ読んだのは10歳読んでないですよ。10歳サバ読んでないですよ。バナナの谷さん、立って全身見せて。嫌だ、嫌だよ。これだって、なんかこれ短いもん。短いもんとか言ってる。嫌だ。こんちゃん、実際いくつって。ごちゃいごちゃい、もうごちゃいごちゃい。たっくん、この幼稚園児と同じクラスになりたい。同じクラスになったら、じゃあ優しい優しい男の子役で。いくん、やだ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 。すみさん似合うって。お、嬉しい、ね、もう幼稚園卒業したのなんて何年も前になるんですけど、似合うって言っていただけるのなら嬉しいですね。もうすぐ高校生になるんですけどね。ダメやないかいって。ダメやないかい。もう最後なんじゃないですか、もしかしたら。もうダメですね。さすがにもう中学生卒業しちゃったらやらないかもしれないですよ。キノコンジさん、まだしてよって。やだ。あかんですね。
荒牧さん、うわーうわーって叫ばない。ねるさん、やだ寂しいって、寂しいのみんな。いやでも本当に、もう本当に幼稚園児のコスプレできるの中学生までですよ、さすがにね。この帽子かぶって、帽子外したバージョン、あなんか引っかかってる、ゴムがゴムがあるから外してないけど、よし。ヤルスムの次はランドセルって、わやだー、ランドセルはもういいです、それはもういいですあ、ヨアさん自信あれば25歳もできるできないですよさすがに。なぜさ、鬼ごっこしよう、いいよ鬼ごっこしよう。赤井さん超レアだからスクショタイムください。あ、スクショタイムは全然いいです。じゃあスクショタイムスタート。でかい、おしまい、スクショタイムおしまい。今田さん、フグぐらいかわいい、フグ、ふうさん、幼稚園児に星を全力で投げるよ、かわいい、わた、ありがとう、星を投げてください、ぜひぜひ。けいちゃん、背景かわいいね、うれしい、そうさっき変えたんです、そうさっき作った、うんゆうすけさん、宅配便来ないかなって。そうなんですよ、昔ね結構 ST に入ったばっかりの頃にこの幼稚園児配信したんですよ、実は。そう、その時にはいなかった人もいると思うんですけど、したことがあって、その時にね、ひよこを粘土で作る配信をしてたんですよ。そう、でもその時にですね、ひよこを手でこう粘土してて、まあ、真っ黄色なんですよ、あなんか白い粘土に黄色でのぐでやってたから、すごい手が真っ黄色になっちゃってて、わーとか言ってたんですよそう、アホみたいなことしてたんですよね、ひよこ作るみたいな、粘土でひよこ作るみたいなアホなことをしてたら、宅配便さんが来てこの格好でこの格好で出たっていう話で、しかも手が黄色いの、受け取る時もうどうしたらいいのか分かんなくて、あって手黄色いですみたいな感じで、でも上になんか来た、さすがになんか来たような記憶がある、っていうね。もうほんと高い便さんが急に来ちゃって焦った話でした、昔話。キラリさん、名前呼んで、キラリさん、うーん、わ、なんて読むんだろう、リュウキさんか、ひのちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。うん、ゆるさん、でも洋服は黄色に染まったという、そう黄色になっちゃったんですよ、本当に。ん？タワー、ん？タワー、あ、花見さん、またタワーありがとうございます、ひらタワーが、たタワー、タワーありがとうございます。あ、他にもね、たくさんスペシャルギフトが来てると思うんで読んどきますね。はい、ナミさん、ハートありがとうございます。福田パーさん、だるまありがとうございます。ミカエルさん、アイスありがとうございます。ヒロさん、クマちゃんありがとうございます。ハルマキさん、クマちゃんありがとうございます。クマちゃん見えてる？見えてないクマちゃんはい、ジロさん、
豚餅ありがとうございます。あきさんも豚餅ありがとうございます。こいまっちさんハートありがとうございます。ライトポールさんいいねありがとうございます。じゅんいちさんハートありがとうございます。ともさんバラありがとうございます。みかるさん豚餅ありがとうございます。ふざぱんさんだるまありがとうございます。餃子のポジさんコバありがとうございます。ハリーポッターさんいいねありがとうございます。はい、月指たぬきさんハートありがとうございます。ザッキーさんハートありがとうございます。ジローさんバラ花束ありがとうございます。あついさんハートありがとうございます。エイジオテータさん豚餅ありがとうございます。のんぼちんさん豚餅ありがとうございます。ゆうなさんアイスありがとうございます。太郎さんアイスありがとうございます。まさかけちゃバラありがとうございます。はいオッケー。どうさんアラツインテール。そうアラツインテール違ってます。やばい可愛すぎる嬉しい。アドレさん、チホちゃん豚もちをとんかつと命名した。そうなんですか。ひなは豚もちと命名しました。そう最初は桜もちって言ってたんですけどもう豚もちにしました。チノさんあらやだあらやだなね。ザキヤスマさん女子幼稚園児こそ思考 JY しか大好きなじゃんすごいかわいい最高ありがとう。もうロリコンさんやないですか。うん、むくんさんあらかわいいあらあら。しわいでさ好きな層って言ってほしいよ。ん好きな層さなちゃん名前呼んでさなちゃん。エクサさんもまめでしなべタイム来たから すげえやったようやく称号ゲット。あ確かにイクサさんとあの七並べした覚えがあります。そう七並べやってました今日も。でもさ個人的には音のプロのが見てみたいなって。おどうでしょうかね。私は9時まで配信できるんですよね。 7時だから全然大丈夫か。さくまるやんさんささと思って読んでささと思って読みますね。パパってさ一回も会わなかったあら残念。ではまた七並べで会いましょう。結構最近はね七並べやってるんでひなと会えると思います。カズちゃんロリコンホイホイロリコンホイホイ言うなし言うなし。みんなロリコン言うなし。私は言うてね幼稚園児じゃないんでごちゃいじゃないんでね実年齢は。はい、ナムハムさんイノちゃんの CA さん姿みたいです。あーいいですね。 CA さんは憧れですね。こう飛行機とかに乗った時に綺麗じゃないですか。みんな皆さんすごい綺麗なんで憧れですね。好きさ現役じゃないんでね。うん。てかさ CA さん絶対にお嬉しい。山田さんいなちゃん5歳じゃなかったん？違うわ。あっちゃんさん CA さんしようわら。どうしようかな。てっぴょうさんおままごと しましょうか。おままごと。皆さん僕はひなちゃんのエプロン姿が好きな人。お嬉しいですね。ひらつぐさん浴衣姿を見てみたい。うんいいですね。浴衣配信はしたことありますね2回。うんあるはず。北さん、いのしはこんばんはって幼稚園児。そうですよ、北さん幼稚園児配信1万人フォロワーんフォロワー突破記念配信でね、なんと1位がやってほしいコスプレランキング1位の幼稚園児です。ツインテールです。もうやばい絵面がもう自主規制。
モンタさん演じ最高、お嬉しいですね。笠野さん、あゆみんのとこから来たよ、お、ありがとうございます。あゆみんみんゼミ、うつなさん、よく似合ってるよって褒め言葉なんかな。ゆみさん、絵面が卒業式ね、あ、あー、もう今日は卒業式だ、友達と離れちゃう、寂しいけど来年からの小学生頑張るぞって感じじゃない絵面絵面が卒業式、確かに言えてる。ゆなびおさん、卒業式やな、卒業式やな、めっちゃ笑うてるやん、 ETS、 わら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 、まあじゃあ卒業式、そう卒業式ですね、もう。AMA さん、卒園式、あ、卒園式か、確かに行事じゃないもんね、確かに卒園式か、ほんまやほんまやほんまや、佐藤さん、入学おめでとう配信ですかって、そうですね違いますよ、あじゃまるさん、好きなの好きなの、ロッテリア島根店さん、保育園でバイトしてたけどひなちゃんみたいな子いなかったなって、そりゃそうでしょバイトしてたんですね、いいですね、素敵です。いやもう保育園でバイトしたかったです、バイト保育園の先生やりたかったですね、すごいちっちゃい子が好きなんですよ、うん。寝る寝るさん、今見に来たけどびっくりしたわ、びっくりびっくりびっくり、チャッピーさん、焼肉屋でバイトしてます、そう今日焼肉ね、みゆみゆと食べに行こうと思ったんですよ、そうでもね、何時からだった、5時から開くだったからね、一緒に行けなかったです、みゆみゆと焼肉食べたかった。リアさん、僕も小さい頃大好きです、おですよね、一緒ですね、いやもうすごい好きですね、うーん、皆さんいいな焼肉、そう一緒に食べに行きたかったんですけどね、やめました。オムライス食べましたね、めっちゃふわふわだった、うん、そうですそうです、小声、マリジョーナさん、焼肉いいなぁ、そうね、いいなぁ、そうそうやって使うもんじゃない、そう、うん、焼肉すごい好きなんですよ、いいな、うん、ケンドさん、おもらいちゅーって、おもらいちゅー、うん、ハマチーさん、ハラミ最高って好きな焼肉の部位を皆さんが言い出した、リバーはさ、そう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 、あ、寒い、こうかこうかこうか、オッケー、うん、うん、寒いぞ、寒いぞ、そう寒いぞ、布団に入るぞ、よいしょ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 、よいしょ、布団、うん、くるみさん、 FTM 好きで突然の告白されたひなもですね、うん、よいしょよいしょよいしょ、うん、
そうそう、現役幼稚園児違う違う、さまちゃん園児はお休みの時間だよ9時までできるんですね、悲しいな。高平さん、ひなちゃん、よし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 何やそれ。うん、あきさん、最近お菓子作りしましたか？最近ケーキを作りました。ふふふ、瀬戸地あれでケーキを作りました。見てくれましたか？まあ、映るところと映らないところがあると思うんですけどね、瀬戸地あれは。うんうん、ケイシラさん見たよって、あら嬉しいです。レレさん、何ケーキ？んー、なんか普通のケーキまあ見た人にしかわからないようにしとこう。そう、ケーキはね、ケーキでもよく作ってましたよ。なんだっけ、クリスマスの日はね、ケーキ毎年作ってましたから。のぶるんさん、あ、ケーキ作りがお上手なひなちゃん。そう、意外と上手なんですよ、お菓子作り上手なんですよ。ゆめとさん、ホワイトデーのお返し何がいいかなって。お返し、お返しはね、じゃあホワイトデーと言ったらひな的にマシュマロなんで、マシュマロくださいマシュマロ美味しくないですか？ひな、すごいマシュマロ好きな。そう、うん、美味しい。青空とメリーさんか、うん、エンジかわいい、ありがとう。レレレさん、バナナケーキ作ってほしい。作ったことあるよ、バナナケーキ。うん、あるある、めっちゃ濃厚なバナナの味がするケーキが作れたことがある。そう、なんかバナナバターケーキみたいなの作った覚えがあります。うん、さなちゃん勉強してきます、頑張ってね。よかったらね、ラジオ的な感じに聞いていただき、ていただいてもいいですよ陽太郎さん、生クリームはそのまま食べる、ユミに。そう、生クリームね、でもひなもそのまま食べれます、全然甘党なんでねゆな推しの力持ちさん、ひなちゃんは持ち受け画面は何にしている？なあさんと一緒に撮った写真にしてます。みーさん、タルトは作らない。タルトはね、いちごタルトとか、あとなんか母の日にカーネーションのタルト、ミニタルト、カーネーション、カーネーション、チョコレートでお花を作って説明しづらいからいいや、作ります。ミニタルトも大きいタルトも作れます。どうや、やすこさん、アップルパイは簡単ですね、作れます。ともちさん、こんばんは、こんばんは。まはるさん、いろいろ作るね。そう、いろいろ作るんですねなんでだいぶ、たださ、職人か、職人職人ほどじゃないけどな。でもすごい、お菓子作りはすごく好きですね、趣味で作ってました。チョコさん、作り方教えてってね、全然教えます。プープープー、ジョンマルさん、初見です。なん、ん、ひらがなケーキのひなちゃんかと思ってびっくり。ひらがなケーキの、あ、川田ひなちゃんですか。そう、山口県出身でね、名前がすごい似てるので嬉しいです。会ったことないないと思うんですけど、うん、はるなさん、初見です。下の名前同じな、あ、漢字書くよって、お、嬉しい。じゃあ小島はるなさんと同じ方なんですね。は
アニマルさん、そういえば、そういやさっきバーストさせてごめんね。謝るなら勝たせてください。福さん、どっちのひなちゃんも買うよって。あ、嬉しいですね、ありがとうございます。そんな川田さんの方が可愛いんですけど。ネルトンさん、春巻き作れる？春巻き、あ、作ったことないですね。おしゃれですね、うん、素敵。作ってみます。ふっかさん、今来たでごわす。こんばんは。大きさ、チャーハン作れる？チャーハン作ったこと、あるね。ありましたね、全然ありました。ふっしーさん、今日何してた？今日はね、あれしてました。ダンシングしてましたね。陸上公演も始まるのでね、ダンスは頑張らないといけないので頑張ります。アルカリイオン4さん、あれ、エンジンの配信に迷い込んだ。こんばんは。ひろさん、ダンシングひなちゃん、そう、ダンシングひなちゃんしてきました。はっ、そうだ、見て、この一応用意したのでね、やりましょう。じゃーん、お絵かき配信をしたいと思います。それでは皆さん、私が描いたものを、なんかね、何でもいいからね、ひなにね、描いてほしいものがあったら言ってください。ひながね、目を閉じてパッて開けた時に一番上にあったコメントのものを描くので、そうだから、何でもいいので書いてほしいものがあったら言ってください。それじゃあ行きます。お絵かき配信スタート。書いてほしいもの言ってください。行きます。はい、ストップ。ねんねんさん、ひなちゃんいいですよ。今からひなを描きます。自画像。真剣。難しい。ちょっと今の現状のひなちゃんを描かないといけないのかな。これは難しいね。黄色で、これはなんか、あ、黄色出ないよ、出ないよ、まさかの。ちょっと待ってね、描きます。黄色出ないよ。黄色が出ないよ。そんな時のためにもう一本、よいしょよいしょ。上がった。あ、ほくろができちゃった。見て、ほくろ。はい、いきます。あ、ちょっと待ってね。もうちょっと書き足そう。こんな感じやろ。でも言うてにとるよ、ひなに。そっくり。いきます。自画像。ででん。はい。ひなー。自画像でしたー。はい。この絵がいいと思ったら1番、この絵がダメだと思ったら2番。はい、ででん、ひな。1番いい、2番ダメ、1番いい、2番ダメ。はい、どう思いますか皆さん。
1番はね、この絵はいい、ひなに似ている。2番は、いやこれはひなちゃんじゃない、誰だお前って感じ。でも言うてに撮るよ、ほら特徴は捉えてる。ケイタさん、普通は普通ない、いい、に1番いい、2番ダメ、それだけでした。だ、はい、終了お、嬉しい、いいの方が多かったですね、やったー。じゃあ次のお題、どうぞ皆さんコメントしてください。コメントタイムスタート。ストップ。あ、まだみんながコメントしたい、タイムログが起きてた。はい、ちょっと待ってね、ストップ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 。AMA さん、うさぎちゃんはねすごい得意ですよ。できた。はい、うさぎうさぎうさぎ、かわいいやろもうこれはね、投票宣伝をきっとみんなうさぎだかわいいなって思ってくれると思うんで、おしまいひひゆうさん、うさぎはかわいい、嬉しい、よかったよかった、よきよき、正統魚太郎さん、よきよき、なあさんのスタンプ、よきよき、よすきさん、うまい、嬉しいですね。うさぎでした。じゃあ次のお題、用意スタート。てっぴよさん、シマウマ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 、こんな感じで、もうちょっと太いかな、こんな感じ。こうで、こう、しま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 、お、うまい、うまいよ、みんなできた。しまも難しいだよ、難しいのにこの重さはすごいと思う。いきます、シマウマほら、シマウマじゃない、シマウマだよこれ、ほら、シマウマだよね、ほら、シマウマでしたねえ、なに、誰、囚人って言ったやつ誰やいや天才だやろ、ほら、天才、天才的うまさですね。さあこの絵はでもなんか変、おかしいな、なんかなんかちょっといろいろね、なんかこれは変だって言う人がいるのでね、一応投票してみましょう。この絵はシマウマである、この絵はシマウマではない、シマウマではあるか、そう、さすがにね、シマウマではあると思う、めっちゃうまいじゃん、めっちゃうまいじゃんシマウマやAMA さん、シマウマってわかるよって、ほら、シマウマやんか、
まあ、1番がこの絵はいい、2番がこの絵はダメ。ミーザ見えるよって嬉しいな。あ、いつだちユミリいるみたい。ユミリいるの？そうだ。ユミリー。ユミリー。ユミリーはね、ヒナの妹なんですよっていうのをこの格好で言えないですね。ユミリー。ジミさんおるでってほんまかいな。やばいやん。金田さん100万フォローしちゃいますって、ありがとうございます。フォロー、はい。あ、ユミコいたよ。え、お前本物か。お前本物か、通報しちゃうぞ。ユミがいた。はい、投票終了。あ、2番だ。ダメなのみんな。え、これシマウマじゃんみんな。ねえ。ユミリンダメだった。これシマウマに見える？ユミリン、どう思う？ユミリン、ねえ。ユミリンダメだったよ。ちょっと悲しいわ、ちょっと本当に。そのシマウマもだけ、シマウマにシマウマやわ。キスギニナちゃん、お手お手。ワン。犬じゃないです、シマウマです。はい、なんてこった。タグヒルさん、二十歳エンジンでつぼ。二十歳はエンジンをやっちゃうかんですよ。ってユミリンに言ったらね。でもユミリンは意外と似合うかもしれないですね。はい、ティムさん、ユミリンが馬がかわいそうだって。なんで馬かわいいやん。馬、馬じゃないし、シマウマやし。馬がじゃないし、シマウマやし。おいおい。馬やないよ、シマウマやわ。面白いな。はい、じゃあ次ね、なんか書いてほしい動物とか、まあ何でもいいんであったら言ってください。ぜひ皆さん、いきます。コメントにね、書いてください。いきます。はい、ストップ。ん、レチェンさん、イモムシ、イモムシ、イモムシ、緑。モムシは簡単ですね。え、キモいな、なんかもうやだ、イモムシ嫌いなんですよ。ちょっと可愛めのイモムシ描くね。じゃあ難しい。できた。イモムシキモい、なんかキモいのができたよ。はい、イモムシまで3、2、1。イモムシ、イモムシとシマウマ。でもイモムシこんなんよな。なんと、そしてケンです、こんばんは。こんばんは、はじめまして。てよさん、かわいいよね、かわいいよな。ほら、カメラさん、いけてる、嬉しい。みんさん、そうだよ、でしょ。お、これは、これはいい、これはいい感じですね。じゃあこれもまたテロップで投票しましょう。あ、テロップじゃない、投票しましょう。はい、1番このイモムシはうまい、2番このイモ、このイモムシは下手。どうぞー。青虫みたい、青虫でもいいよ、イモムシやか。さすがさん、いいね、かわいいって嬉しい。
1番このみもむしは変、2番このみもむしはかわいい。あきちゃりんさん、芋虫だけ似てるねって嬉しい。はい、じゃあ投票終了。お、一番の方が多いですね。嬉しいです、ありがとうございます。うまい芋虫コロコロ、芋虫コロコロ。はい、うん、たがや一番に主張、うん、1万人視聴中ってありがとうございます。たくさんの方が今日も見てくれて嬉しいですね。こんばんはです。ねえ、イモムシに顔ないもんって。え、イモムシって顔ないんだ、初めて知った。え、イモムシ顔ないの。いや、イモムシ、え、そうそう、イノちゃんヤッホー、あ、イノちゃんヤッホーです。はい、タカシンさん、イノちゃんこんばんは。こんばんはです、嬉しいですね。ん、タワー、タワー、誰誰誰誰誰だ。あ、カブラさん、タワーありがとうございます。日のタワーが立ったわ、嬉しい、タワーありがとう。タワー、はい、ありがとうございます。タワーもね、すごいたくさん、 1,2,3,4 本ありがとうございます。スピアさん、今日はタワーおめね、嬉しい。今日は1万人フォロワー数突破配信なんでね、おめでとうの意味を込めてのタワーですかね、ありがとうございます。ん、ジョインシーナ並べでひなちゃん引いてませんが、もしかしてなんかね、推しメンをひなにしてやると出ないらしいです。そう、それを聞いてひなは今度から一回推しメンをひなじゃない誰かにしてからガチャ引いてまたひなに戻そうっていうのを決めました。なんかそうみたいですよなんかメンバーが言ってた、それを。そう、そうなのって思ってびっくり。あの姉さん、あじめてきました、あじめまして。そう、一瞬だけ推しメンから外すの、一瞬だけ。うーん、杉浦貴さん、せやのなって、そうなんかな、でも本当にそうなんかな、それやったらなんかな商売上手なんかな。ハルさん、今全力でエナジー行動してくれ、ありがとう、ありがとうです。なんかそうみたいですね。そうじゃないかもしれない。ナルトさん、ルームフォローしてありがとうございます。はい、7時50分になりましたね。ということで、ちょっと岩田氏はですね、幼稚園園児をね、ちょっと一回卒業したいと思います突然の卒業。そうですね、今回はですね、もう一つだけ用意してるねものがありまして、そちらに一瞬ね着替えたいと思います。卒業卒園したいと思います。卒業じゃない、卒園だね、卒園します。あ、そうだ、ひよこ帽子をかぶったバンジョーもね、はい、今日こぼしバージョンでした。ということで、一回卒園したいと思います。さよならします。はい、早着替えをするよ。今からひなしは早着替えをするよ。待っててね、すぐに戻るからね、一瞬で戻るよ。全然、あ、こうか。あ、
何何何何着れないですね。ハプニングハプニング発生。どうやって着てたひな。あれ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 映らないといけない。はい、いますいますいます。どう着るんだっけこれは。あれ忘れちゃった。上から着るのか下から着るのか、どっちだんだい。いや待ってね。ああ映らなきゃ。いるよいるよちょっと待ってね。どうしよう。こうで、あれ違うのか。難しい難しい難しいタイム。パンマンパンマン。あ、そろそろ映らなきゃ。いまーす。はい、いまーす。はい、ショールームさんいます。はい。ショールームさんいます。岩田います。岩田います。はい、岩田なんか着れないです。岩田悩んでます。はい。そうですね。ちょっとこれを着るのもね苦戦してるので。少々待っていただけたら嬉しいです。あ、消えちゃわないでね、消えちゃわないでね、消えちゃわないでお願い。ほっ、こう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 、はい、消えないで、消えないでね、消えない消えないでね。岩田はいますよ。ここに岩田はいたりします。よいしょ、いますよいますよ。こんにちは、こんばんは、こんばんはです。あ、どうだっけ、こうかな。あ、います。はい、岩田はここにいます。はい、ここの隣でただいま作業中になっております。少し待ってていただけるととても嬉しいのです。はい、できた、できた。はい、じゃーん、メイドさんです。あ、髪の毛が崩れた、結び直さなきゃ。写っとこ、怖いから。メイドさんの衣装もね用意しました。よいしょーよいしょー、もう一回結び直すね。なんかね、このエプロンが着るのがすごい難しかった。そう、エプロン。エプロン、エプロン。大きいね。エプロン、これ大きいね。じゃーん。着れた。そしてね、このカチューシャね、なんか、そう、カチューシャなくて、それっぽいものを100均で見つけた。そう。そういうとこあるよね。どうですか？いやさ、エプロン難しかった。そのエプロン着るの難しかった。今着れた。ドゲンよか、ドゲンよか。リップを塗りたい。テテ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 テ。センさんたまらん、嬉しい。メイドさん、ひなメイド、メイドひな。ジュンジさん好きだそう、嬉しい嬉しい。そう、メイドさんも今回は用意しました。どうですか、
やりますか。高平さん、ご主人様、お帰りなさいませ。ご主人様、はい、うん、直さん、あひゃあひゃ。ゆうたさん、生きててよかった。あ、嬉しい、そんな褒めていただいて。そう、メイドさんでした。グネルさん、やばい、嬉しいな。ノーさん、最高だぞ、嬉しいぞ。地球みたぬきさん、萌えゼリフタイムくれる。萌えゼリフ、なんやろうな、なんか言ってほしいのがあれば書いてくれたら言いますよ。ありますか。一応ね、ひくらさん、美味しくなれる呪文、あれですね、いきます。美味しくなれ、萌え萌えキュン、イエーイ、美味しくなりました。こんな感じ。こんな感じ、恥ずかしい。でもね、メイドカフェで働いてみたかったんですよ。そう、なんかひな、もともとオタクなんですよ。そう、もともとオタクなので、そういう、なんだろうな、そういうのが好きなので、そう、メイドカフェで働いてみたかったんですよね。だからこんな感じで今回メイドの衣装を着てます。かなった。ケンさん、知ってます。せいさん、通います。ぜひぜひ通ってくださいませ。待っておりますよ、ご主人様。楽しい。やめたさん、つられないかな、つられないからなって。そんなご主人様つるなんて私思ってませんから、大丈夫ですよ。つる気はないですよ。でさ、ポニーテールみたいな、あ、いいんですよ。じゃあポニーテールにしますね。みよん、みよん、おろし、これおろし。一瞬だけおろし、ポニーテール、よいしょ。よいしょ、ひろん、はい、ポニーテール、なんか遅れ毛。隠した。はい、ポニーテール。メイドさん感ありますか。真面目っぽい、真面目なメイドさんっぽい。メイドさんです。ケンさん、はい、かわいい、嬉しい。ユリさん、あるある、あ、ありそう。メイドさん、おかえりなさいませ、ご主人様。うん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 、フラペチーノさん、こんばんは、こんばんは。ゆゆゆゆゆゆゆえいこさん、初見ですって、はじめまして。マキさん、イナちゃんは神って、嬉しい、神。ライルタロンさん、ちょい大人感でしょ。そう、ちょっとね、さっき幼稚園児配信していたのでギャップをつけたくて、大人っぽいメイドさんにしてみました。マハルさん、毎日行く、待ってます。うん、手のひらに三角定規さん、初見ですよって、あら、はじめまして、嬉しいです、来てくれて。うーん、シーデラックさん、笑顔かわいい、ニコニコ。クマは英語でベアさん、今日七並べ対戦ありがとう、覚えてますかって、あら、ありがとうございます。こちらこそ、七並べね、たくさんやってくださいね。
太郎さん読まれないなって読みました。はるさん、はるさん、やばい、いわた、かわいわた、嬉しい。モンタさん、好きなぞ、好きなぞ。ザキヤマさん、名前読んで、ザキヤマさん。なーみんたんおしさん初見です。あら、来てくれてありがとうございます。メタボーさん、いなちゃん可愛すぎて眠れない。おやすみなさいませ、ご主人様。はい、のんさん横向いて、横あ、ポニーテールしてます。カニアさん、今日人多すぎるんやけど嬉しいです。でも結構今日はやってますもんね。たくさん来てください、まだまだ待ってます。シプージナーさん、雇っていいですかって、もちろん待ってます。ご主人様のためなら何でも尽くしますよ。ヨドピオさん、時給3000円で雇いますって。嬉しい。でもメイドさんってどれくらいで雇えるんですかね。ねねって言っちゃうね。誰かメイド、メイドを雇ってる方いないですか。何円だよって言ってくれる方いないですかね。斉藤大吉は可愛いねって、ありがとう。分からんな。まあさすがに雇ってる人いないからな。まあいいや。ミアルセムさん、本物は高そうってね。高そうやな。みーさん、お嬢様も行ってほしいです。あ、お帰りなさいませ、お嬢様。女の子の方に向けて言いました。ナルトさん、大好きだよって。あ、大好きな、そう。だってひろちゃん可愛すぎて嬉しいですね。もうさっきノリでね、ポニーテールにしちゃったんですけど、髪型投票しようとしてたんですよね、申し訳ない。そう、マリオワールドさん、この店いいサービス、いいサービスしますよ、ちゃんとちゃんとします。おたるさん、今日誕生日です。本当ですか。ハッピーバースデートゥーユー。おたるさんの誕生日おめでとうございます。アンジュタンさん、背景可愛いって嬉しい。そう、今日ねやりました、さっき配信でやりました。桜、ケイちゃん可愛い、いいねって嬉しいですね。なおさん、ひなちゃん今日日曜日だけどどうしてたの。今日はダンスをしていました。さっきさ、このメイドさんインスタ映えするな。インスタ映えするメイドさんとは。トミちゃんじゃないな、これはミヤちゃん。何度か来てるけど一度も呼ばれないので、一度くらい呼んでない。歩み推しだけど、歩み推しなんかい。最後の言葉でね、一気にそれしか頭に残らん。歩み推しなんかい。
キングユーヤさん、いなちゃんかわいいと、あら嬉しい。ゆうぎさん、めんどくさんの得意の家事は、そうですね、やっぱり料理が得意ですね。ちのさん、お支援しそう、嬉しい、お支援してやってください。ゆうなぎさん、コカの注文できるかなって、何でも用意しますよ。そう、ぬいとまさん、クレープ作ってほしい。クレープクレープ好きなんですか。作りますよ。うん、みーさん、ラテアートできる。ラテアートはね、やったことないんですけどね。キングユーさん、パンケーキお願いしますって、それは得意です。大木さん、オムライスで、お、あれですね、萌え萌えキュンなやつやります、やります。うん、髪飾りがこう見えにくいかもしれない。こんぐらいでキープこんぐらいでキープして、安月さん、かわそばお願いします。もちろん山口の料理なら得意です。うん、うん、うん、佐藤さん、お帰りなさいませ。ご主人さ、ご主人って言って、はい、お帰りなさいませ、ご主人様。それはいつでも言いますよ。どんどん近づいていっちゃう癖でね、コメント読んじゃうんですよね。頑張って読んじゃう、こうやってどんどん近づいて読みにいっちゃう。まさ、おー、ただいま、お帰りなさいませ、ご主人様。うん、たるさん、ウィンクして、キラーン、キラーン。うん、とっつんさん、ひなちゃんケーキ食べたいって、嬉しい、ぜひぜひお作りしますよ。HHH さん、おお、メイドだよ、メイドさんです。孫の羊さん、反対でウィンクして、苦手苦手。うん、けいちゃん、いい声だねって、嬉しいです。みさん、ウィンク上手って、あら嬉しい。オンカービィ、あ、ごめんなさい、コメントがね、あれ違う、どこ行ったどこ行った。キャンディーさん、メイドでダンスして、それはせん、それはせん。ヤマケンさん、おひなさんもこんばんはって、あ、ひな祭りはね、皆さん何してましたか。ひな様って呼ばれてましたね。あいた、音感見えた、好きなさ、好きなさ。えつさん、秋葉のメイドさんよりレベル高いって、いやいや、秋葉のメイドさんはなめちゃいかんですよ、可愛いです、行ったことないけどね、でへっ
ったことある人とかいるんですかね。今めっちゃ行きたいですね、秋葉のメイドさん、うん、気になります。すごいなんかアイドルでもないし、なんだろう、間の感じがすごい気になる行ってみたいですね。スカパラダさん、メイドカフェにみよちゃんいたら通うわって、お、ぜひぜひ。パオさん、メイドらしいことして、メイドらしいことして難しいな。広島のゆまちゃん、さっきの幼稚園児はお眠いになったのかな。そう、さっきの幼稚園児は寝ました。のんさん、一回あるもやもやキュンしてもらった、わら、いいな、楽しそう。山岸さん、もうすぐイモステレビの時間、あー、皆さん見てください。イモステレビとひなの配信同時で見てくださいね、よろしくです。チェックさん、はい、おりこうんー、ルッチさん、何テレビ。イモステレビ、イモステレビなるひめさん、 AKB カフェイベントしてないの、してみたいですね。 AKB カフェイベント、でも STU カフェとかもできたらいいですね、いつかは。なんか船のこう船があるじゃないですか、それで1階はなんかロビーで、2階は STU カフェでみたいになったらすごい面白くないですか。しんたさん、います録画して後で見ますって、お、います、録画も大事ですよ。かーくん、初見です、はじめまして。なおさん、 STU カフェ行きたい行きたいって、嬉しい、ぜひぜひできたら来てくださいね。森森さん、カフェ&ショップできるといいね、うん、頑張ります。広瀬さん、海を見ながらの食事ってめっちゃ優雅、めっちゃいいやん。新田さん、AKB カフェ行ったことある、ありますよ、うん、でも本場は行ったことないんですけど、博多にある AKB カフェには何回も行ったことありますね、カリスさん、ひなちゃん、はい、カリアギくん、かわいすぎですやん、嬉しいですやん。花巻さん、すごいって、すごいですか、山口出身なんで、博多がすごい近かったんでね、HKT さんの握手会終わりとか AKB さんの握手会終わりにカフェ&ショップ行って行ってグッズを爆買いして、会場でも爆買いしたんですけど、またグッズ爆買いしてカフェでメニューを頼んでコースターをもらってニヤニヤしながら帰る、それが私のオタ活です、キランキラン楽しかった、本当に本当に楽しいよってなってたそう、ビックさん、ガチすぎ、嬉しい。今さ、おととしてもとても尊敬しますなんでよ、皆さんもね、ぜひぜひおたかつを楽しんでください。でも博多の AKB ショップはなくなったんですか、なんかそう、なくなったって聞いたんですけど、あそこ思い出の地だから、なくならないでほしかったですね。
ガヒロさん、ひなおたを強そう、ひなおた飲んでね、悲しい、エツさん亡くなりました、やっぱり悲しい、悲しい、思い出の地が聖地が、ひなの聖地が、うん、つぐさん、博多の壁は場所が分からず迷子になりました。一番最初のもね、めっちゃ場所分かりづらくてね、どこここみたいになってた、ずっとさまよってた。うーん、滝山さん、ひなちゃんは誰推しなん？ひなはね、初めはトムチンさんを好きになって、ゆうこさんを好きになって、小地春さんも好きになりましたね。あ、全員ね、ちゃんと卒業されてからあの推しは変わりましたが、はい、途中推し縁はしないタイプの人間です。んんんーりゅうさん、ともちん衣装お嬉しい。ともちんさんね、すごいかわいいってなったな。うんうんうん、さすが男の鏡、キラキラキラー。ザキさん、なんか響くなって、響いてらっしゃる。イリエさん、僕は前田ちゃんでした。おー、うん、わかりますよ。うんうんうん、ハニマルさん、あら、目を離してたら可愛いメイドさんになってる。目を離しちゃダメですよ、ひなの配信は何があるかわからないですからね、見ててください。うんうん、金沢さん、博多のコースターをコンプしていたって、強すぎません？いいな。うん、ヨダモジさん、こじはるに握手でウィンクしてもらって吐いた。あ、それは吐くね。それは吐くね。どうしてもそれがずっと頭の中でフラッシュバックし続けてね、もえってなってますね。いいですね。はるかさん、いなちゃん今来たよって、嬉しいです。お帰りなさいませ、お嬢様。伊田さん、かわいかー、マジでありがとうございます。かわいかーってどこ弁なんでしょう。うんうんうん、小松さん、ともち同じ、お嬉しい。あ、すごい、めっちゃブルルブルルイオル。めっちゃブルルイオル、ブン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 。かすみさん、メイドかわいい、嬉しいです。メイドさん、相沢さん、何時までやるの？9時までできるので、あ、でも9時までやったらね、あのね、もまめが描けないからね、8時50分ぐらいで終わります。もうちょっと終わっちゃうね。ヤスキチさん、豚もち、あ、スペシャルゲスト呼びます。ヤスキチさん、豚もちありがとうございます。月読みたむきさん、ハートありがとうございます。高平さん、バラありがとうございます。うんうん、グレートマンさん、ハートありがとうございます。ヒヨドのポシさん、豚もちありがとうございます。マールさん、クマちゃんありがとうございます。かやさん、アイスありがとうございます。高野志賀新さん、アイスありがとうございます。たまさん、いいねありがとうございます。荒牧さん、タコありがとうございます。すねさん、いいねありがとうございます。うん、たかぴょうさん、アイスありがとうございます。ウェイアズさん、ハートありがとうございます。ミカエルさん、くまちゃんありがとうございます。いいねもありがとうございます。わたっこさん、いいねありがとうございます。小山内さん、豚もちありがとうございます。かむらさん、いいねありがとうございます。月読みたなぎさん、ハートありがとうございます。はるまきさん、豚もちありがとうございます。すえさん、ハートありがとうございます。トゥ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 、うん、決まるーと。はい、ちょくさん、あと30分しかないね。あと30分しかなかったか、急いで読んじゃった。
ひまさん、豚もちわら、豚もちです。しんたさん、今は誰推しなの？今はですね、難しい質問をしますね。今は岡田奈々さん推しですよ。もうすべてが素敵です。岡田奈々さんは神です。井田さん、AKB ビンゴで可愛いって思った。あ、ありがとうございます。あの萌えゼリフのやつかな。奈々さん、奈々さん、そう、奈々さんはもう素敵、女神。以上で、クラスはまさか15,000、あ、15,000人って言われてたけど15,000人になってた。ありがとうございます。たくさんの方が見てくれて嬉しいです。すごくありがとうございます。みーさん、奈々ちゃんの写真集買った。まだまだだ。そうだ、それをね、昨日ね、頼もうって思ってたの。ありがとう。この後頼む。この後頼むね。ちょっと7冊買うね。やべたん、やべてん。あ、オタが出ちゃった。慎みましょう。はい。ソロリンゴさん、ピヨピヨ。はい、ピヨピヨです。頼まないと。危ない。よしさん、こんばんは。あら、こんばんは。お父さん、マジマジ。竹山さん、乃木坂オタクなんだ。乃木さんはね、乃木さんは東京でしか、なんだろう、握手会とかがなかったのでね、なんか遠い存在って感じで見てました。そう、さ、なんで7冊も言わず、ダンさんが7冊買ってくださいってソロコンサートで言ってたから。え、そうそう、そんなね、ソロコンサートで言われてらっしゃったんで買わなきゃ。リアルセブンさん、マイアン泣きそう。マイアンさんをね、もうすごく好きでした。そう、一応ね、その一期生みたいな感じのドドンって初めに出た時かな、ちゃんと推しメンはマイアンだって思ってた。そう、試合姉妹ちゃん、イカイちゃん、かわいいなって思ってた、でももう本当に今あの乃木坂さん、みんなかわいいですよね。すっごいかわいい、綺麗ですね。山田さん、イナちゃんも自分にとってどういう存在だって、なんでそんなこと言うんですか。もう近いですよ、こんなに近い。フレンドリー、フレンドリー。そう、まあ、ヒナなんか全然もうめっちゃ近いと思ってください。そう、ねひめさん、ヒナちゃんって人気の子が好きっぽくない。いや全て顔で選んだはずなんですけどね。もう全て顔で選んできてるんですけどね。やっぱ可愛い子は売れちゃうんですかね。インディーさん、あれ、あれ、この子か、可愛い子だよ。岩田ひなちゃんが、覚えとこうって、覚えといてください。よしさん、親近感しかない。そうそう。よろしく。カブラさん、顔わらわら。そう、顔、すべて顔で選んでたんですけどね、本当に。いや、やっぱ可愛い子がいいじゃないですかね。イリソンちゃんさん、やっぱり顔だよなってね。顔がいい、やっぱ顔がいい。さしこちゃん、ひなちゃん応援してます。もっと順位上がるように、さしはら姉さんで絡めたらいいねって。さしはら姉さんとね、3月3日の握手会でね、お話ししたんですよ。そう、優しいですよね。さしはらさんから声をかけてくれたんですよ。だからもう、もう
ズキュンって感じでした。すごい優しいですね。暗闇いい曲だよねってすごい言ってくれました。姉さん。すごい、その日もすごくお綺麗で私の目は癒されました。嬉しいですね。暗闇が本当に一番いい曲だと思うって言ってくれたんですよ。すごいですね。ツイッターの方でも宣伝してくれてたので、ね、お礼を言っておきました。ありがとうございます。優しい指原さん、本当に神。と栃木山さん、フォローしたった、フォローしたった、ありがとう。マカさん、私も暗闇大好き、ありがとう。カニさん、メイド服、そうメイド服です。ちょっと分かりづらいかもね、メイド服です。堀谷さん、瀬戸ビンゴ毎週見てるよ、ありがとうございます。毎週見てください、みんな頑張ってるのでぜひ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 見てください。藤井さん、マイエンの写真集買った。マイエンさんの写真集はね、もう尊すぎてね、本屋でね、こうやってもう見てね、尊いってなってね、そっとした。そっとじしたね。もうその時は私は小島さんしか愛せない、もう私は小島さんしかない、もう無理無理無理ってなってた。そう、魂極めてたから。そう、本当にもう小島さんしか愛せない、もう無理って思ってたからね。そう、尊いと思ってそっとじした。だからとっとと暗闇のダンス2パターンあるって、ああ、 MV バージョンとね、今のバージョンがありますね。ヨーロッパツやべえやつや、やべえやつ、嘘やん。ぐちこさん、画面越しにいるメイドさんが一番可愛い、ありがとう、嬉しいです。サタンさん、ひなちゃんもおめでとうって、お、送ります、ありがとうございます。ゆきさん、大人っぽす、そう大人っぽいでしょ。マーク、メイドさん、ザメイドさんになります。今日はうん、細谷さん、ハートマークピンク一緒なんだけどねって、嬉しい、ありがとうございます。高のヨシーさん、こんばんは、こんばんは。かぎらさん、なんかね違う高弘さんがいるの。そう、高弘さんが二人いたんだけどね、ひよこの方の高弘さんね、ペダルと社員と来た道とのエピソードを教えてください。ダンスパートでですね、リボンがあるじゃないですか。ペダルとチェインと来た道と見てくださった方は分かると思うんですけど、こう大きいリボンがあるんですよ、衣装にね。そのリボンがですね、ダンスパートで踊っている途中にポンと外れて、そう、あ、外れたリボンがと思って、これはどうしよう、あ、もうダメだ、もうこれはダメでしょうがないと思って持ったまま踊ったってエピソードがあります。めっちゃ大きいんですよ、リボンが。だからこれは使えないだろうなって思いながら撮ってました。もうこれは使えないだろうな、ひなのせいでって思いながら踊ってた。そう、かすみと初見ですって、あら、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ひなのせいもさん、プロ根性、プロ根性でやりました。そうそう、はい NG ですって、でも本当にはい NG ですって感じですよね。なっちゃんさん、はじめまして、はじめまして。そう、
ルッチさん今日画質いいねってありがとうございます。ローンさん、イナちゃんの暗闇のソロパートどこだっけ。イナちゃんのソロパートはないんじゃないですか、暗闇は。うん、3人ぐらいで歌う曲ですね。シンタさん、あの衣装はめっちゃ可愛いでしょ。可愛いよね。うん、山さん、メンバーのモノマネやってよ、クイズ方式でお願いします。あ、ちなみに初見です。あ、初めまして、ありがとうございます。メンバーのモノマネ、じゃあいくよ。じゃあね、かった、なあ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 聞いて、なあなあミスフーちゃん正解正解。なあ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 、みんな聞いて、一回落ち着こう、なあなあフーちゃんでした。なんか分かりやすすぎでしょ。シンタさん、ハルル、あ、ハルルもちょっと多かったな。そう、ハルルは違うよ。ハルルはね、ドーナツ食べたいよハルルのものまでドーナツ食べたい、ドーナツおいしい。疲れたハルルハルルン、こんな感じ。難しい。サンドルさん、本物かと思ったでしょ。サンドルね、すごい食べるんですよ。なのに穴に痩せてるの羨ましいですね。内藤さん、カノンちゃんは、カノンちゃん、なんや、カノンちゃん、かのんちゃんははいっていうイメージですよね。いきまーすかのんちゃんいきまーすってイメージがある。うん、ゆずきさんね、聞いて、確かにね、聞いてって言ってる、ね、聞いてみたいなめっちゃ元気よく言うね。でもひなはもういきまーすのイメージしかない。いきまーす。STU に一番お違いがあるのは、はいこのイメージ。ジョンソンさん、ひよこパーティー開演、開店、ひよこパー、ひよパ。かすみさん、AKB センター試験のね、あ、知ってますよ、もちろん。頑張りましょう、皆さんね、受ける方いたら。シンタさん、いえいえ、千穂ちゃん、いえ、ポンタロウさん、福ちゃんは、福ちゃん、福ちゃんな、福ちゃんはね、なんやろ、福ちゃん口癖、福ちゃんはもう口癖っていうか、もうめっちゃ喋る先生、20時35分、あ、もうちょっとで終わっちゃう。ルルーシーさん、福ちゃんのポップコーン配信が神だったいいですね、ポップコーン、まあ、好きですね、ポップコーン。じゃがりこさん、初見です。あら、初めまして、来てくれてありがとうございます。たけちゃん、藤原家、そう、初めて知った、本当に LINE スタンプでね、もう初めて言ったって、あーちゃんも言ってたから面白かった
そう、クラインのね、ラインスタンプで藤原ラッキーって初めてやんって思って。うんうん。ありがとうございます。やばやばやば、やばやばやば、あゆやば、あみあゆみやばやば、あゆみやばやばって言ってる。ストロさん今日フォローしたよって、ありがとうございます。フォローがまだって方はぜひぜひフォローよろしくお願いします。フォローミーですね。ともやスイッチさん初見です。ひなちゃんかわいい、ありがとうございます。初見さん初めまして。かすみさんフォローしたよって、あら、ありがとうございます。フォローよろしくです。ガチャさん品鍋よランキング予約に来たに突入したって、さすがですね。メトロノームさん、ひなちゃん何ですか。ナースさん、ナースのものまねできる、ねえねえって言ってる。ナースさんねえって写真めっちゃ撮ってた、ねえって言われる。もぐちさん、今口声まだって、今口声はまだっぽいな。うん、幸子ちゃんさん、写真を撮る歴10年の埼玉もぐちさんですか、ひなちゃんのこと好きになってもいいですかって。お、もちろん好きになってもいいですよ。でも指原さんにはね、握手会ではお世話になってましたね。尊い。ジョンソンさん、フォローって何をフォローするの、ひなちゃん。ハートがね、こうね、表示されてると思うんです。この辺、どこの辺かわからないんですけどね、多分、ハートをね、押していただければ、フォローということで、そう、ひなが配信をね、し始めたら、通知が飛んできたりします。多分、この辺にやりますよ。右上ヤスさん、あーやってるよって元気やな。かすみさん反対で言われた。はい、ハートここにあります、押してくださいね。北本さん、今押す、そう今押す、押すなら今。おお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 おちなみにもう押してた方はもう一回押したらね、フォローが外れちゃうので、そこは注意しておいてください。ハートは白からピンクでお願いします。おつき直せさ、眠気覚ましの方法教えてって、もうパンパンパンってやるしかない。ひないつもパンパンパンってしてる。アルマキさん、何どうした、ハートが白くなっちゃったの。そう、白くなっちゃう時はありますね。なんか黒から白になる場合もあるみたいです。そこにも注意してください。白で正解です。そう、たまに白。テピオさん、ハートが割れた、それはあかん、戻して。レイレイさん、はじめまして、あら、はじめまして。レッツさん、皆さんのコメントの流れが日に日に早くなるよ、涙、コメント読まれないよ、涙、読んだよ。
あ、ちょっとハート割れる。そう、ハート割れるからね。ハート割らしちゃあかんです。から先はメイドさんは寝ないの？メイドさんは寝ないです。あー、もう42分じゃないですか。じゃあ最後のね、スペシャルギフトを読んで、順位を読んで終わりたいと思います。はい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 、マールさん、バラありがとうございます。スカパラ、スカパラダさん、ハートとコバありがとうございます。ナオさん、ダルマありがとうございます。ミカエルさん、ハートありがとうございます。餃子のポジさん、コバありがとうございます。高野守護神さん、豚餅ありがとうございます。餃子のポジさん、バラありがとうございます。月見たぬきさん、ハートありがとうございます。ブルーグラスさん、アイスありがとうございます。スカパラダさん、ダルマありがとうございます。豚餅もありがとうございます。屋敷寺さん、豚餅ありがとうございます。月見たぬきさん、ハートありがとうございます。高平さん、バラありがとうございます。はいはいはい、次、グレートマンさん、ハートありがとうございます。マールさん、クマちゃん、ありがとうございます。餃子のパシさん、豚餅ありがとうございます。バラもありがとうございます。高谷さん、アイスありがとうございます。高野守護神さん、アイスありがとうございます。はいはいはい、トモさん、いいね、ありがとうございます。うん、ハルムキさん、タコありがとうございます。あれ、この辺読んだかの、読んだ、もしかして読んだ、私読んだところを読んでる、もしかして。でへぺろ、カワキさん、初見です、はじめまして、来てくれてありがとうございます。はい、たくさんね、ありがとうございます。さあ、スペシャルギフトもね、消えちゃって読めなかったことはごめんなさい。スペシャルギフトありがとうございます。奇跡の左足、全く生まれない、悲しい。そうですね、最後にひなにコメント読まれてない方、読める。黒文字さん、今来たばっかり来てくれてありがとうございます。今日まだコメント読まれてない方は、読まれてないってコメントしたら、なるべく読みたいと思います。ちびたんさん、豚餅って餅豚みたい、豚餅ね。私は意外と覚えてるのでね、嘘はダメですからね。はい、一星さん、今日は読まれなかった、来てくれてありがとうございます。ゆりちゃん、読まれてない、来てくれてありがとうございます。ななさん、読まれてないよ、来てくれてありがとうございます。はじめさん、読まれてないよ、来てくれてありがとうございます。もんたさん、読まれてない、来てくれてありがとうございます。オレンジくん、読まれてないよ、来てくれてありがとうございます。生まれ変わる系イクタさん、初見ですぞ、読まれてない、来てくれてありがとうございます。はじめまして。はい、愛媛のひろさん、読ませてない、やめてください。おかわりさん、読まれてないよって来てくれてありがとうございます。ぷぺちゃん、読まれてない、読みました、来てくれてありがとうございます。高山さん、コメント読まれてないぞ、来てくれてありがとうございます。小屋フィンさん、読まれてない、そう、来てくれてありがとうございます。せいさん、読まれたよ、来てくれてありがとうございます。太郎さん、本当に読まれてないよ、来てくれてありがとうございます。くりみずさん、読まれてないです、来てくれてありがとうございます。おかずさん、ひなちゃんとこうコメント多いわねって嬉しいです、どんどんコメントしてください。光がすごいな、そして今日今気づいたよ、そんなに自分の顔見てショールームしてないんですよね。いや、光が割と白い。はい、松本、さん、初見です、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。OK、 ちょっとあのプラメを怒らないといけないので、はいはいはい、ごめんなさい。はい、銀さん、まだ何も言われてない。はい、来てくれてありがとうございます。もちろん、もちろん、皆さんのコメントはね、読まれてなくても見てたりするのでね、落ち込まないでください。また次回配信でコメントしたら読むのでね、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。はい、ということで、なんかこっちの方が白い気がする。はい、ちょっと落ち着いた。はいそれじゃあ、ありがとうございます。高森さん、おやすみなさい。そう、おやすみなさい。
恭平さん落ち込まないでね。はい、ということで順位を読んで、順位を読ん、順位を読んでいきたいと思います。はい、13位が大仏丸さん、12位が高弘さん、11位がなおさん、アトマークピオちゃん好きだそう、エンジンもメイドも可愛すぎだそう、ありがとうございます。10位が福田パンさん、なんか顔文字9位が月読みたまきさん、8位が春巻さん、春巻さん、7位があつしさん、アトマークピオちゃん、はい、6位がミカエルさん、アシュラーカッコカリ、4位がザッキーさん、アットマーク27ピューチャーズ、いや4位、あら4位がいない、私のところに4位がいないです。助けて助けて助けて河村さん、マイナリー好きなぞ、あトムさん、はい出ました、トムさん、3位が赤村さん、んバルユリさん、ひなぴよ、ひなぴよって来てた、ひなぴよです。2位がスネさん、そして今日の1位はドゥルルル、あできない最近できない、ドゥルルルルパーン、はのびさんです、おめでとうございます。他にもね、壇上に上がれてないけど星様とか投げてくれた方ありがとうございます。うん、じゃあバイバイしますね。ね、本当にね、そのなんだろうな、ひなの配信でもね、たくさんね、今日もね18361人の方も来てくれたり、すごい1万人の方もね、ここに書いてある通りフォローしてくださったり、本当にたくさんの人に見ていただいて嬉しいです。はい、これからもショールーム配信はね、たくさん、これからはなんですけど、ちょっといろいろあって、これからはになっちゃうんですけどこれからもね、ショールーム配信をめちゃめちゃやりたいと思います。そう、私ショールーム配信ガチ勢になりたいと思います、頑張りますので、ぜひまだフォローしてない方はフォローよろしくお願いします。はい、今日も見てくださってありがとうございました。皆さん見るのも疲れると思うので、目は休ませてください。おやすみなさーい。お疲れ様でした。バイバイ。モバメを急いで送る&今日ブログだったかもしれない、ブログも更新されるかもしれない、明日になるかもしれないそれではバイバーイ、これからもよろしくお願いします。フォロワーの皆様よろしくお願いします。バイバイ。まだの方フォローよろしくお願いします。バイバーイ。あ、バイバイ。あ、待って、言うの忘れてた。はい、タワーをね、カムラさんと花火さんとスネさんですかね。ありがとうございました。バイバーイ。